今週の授業を始めます。先週の授業では、最後にこのような不等式を表示して、この不等式の、評価を行うというところで、終わりました。ここのところイコールになっていたかと思いますが、もちろん不等式です。AIJ という、要素を持つものの IJ の和は2乗の和は AII 成分の1つ目の添え字と2つ目の添え字が揃っている、そのような成分の、和を外から2乗する、これクロスタームが入ってきます。このようなものをもちろんクロスタームがありますから、そのものでは大きすぎるわけですが、 N 分の1しておけば AIJ でもって上からバウンドできます。そのような評価を行う方法を説明します。I と J 両方動かしていますから、第一関もちろん量は多いわけです。しかしながらこちらの、右辺の方はクロスタームが増える分、やはり工数が多いということが予想されます。どのようにしてそれをうまく打ち消すかということですが、我々が欲しいところは今このような、評価になっていますが、実際にはより良い評価としてこの間に、入る評価で、次のような評価も証明することができます。これがより厳しい評価です。一旦この評価が得られますと、先ほど書いていました IJ が1から N の AIJ の2乗、このような評価を続けて得ることができます。ですからクロスタームを含まないような2乗和はクロスタームを含む2乗の和、これ個数が多いところが N 分の1を施しておけば下からバウンドが可能であるという不等式を示せるとしています。一番楽に証明できる方法をお伝えします。スモール L2 という空間を導入します。数列であって、その2乗和が有限にとどまるような数列をスモール L2 空間の限であるといいます。でシュワルツの不等式と呼ばれるものは、2つのスモール L2 の弦に対して内積を取って絶対値を施すと、これ内積の意味です。それぞれのスモール L2 の意味での、ノルムの掛け算で上からバウンドされるというものが、有名なシュワルツの不等式です。我々が用いたいものは N までの和ですから、最初に1111という N 個、それから A11A22 と、数字の揃っているところの N 個までの成分を並べたものを B とします。ここでシュワルツの不等式の左辺を計算します。が1から N までの AII、 これすべて0以上であるとしておきます。そうしますと絶対値を取るわけですが、内積を取るときにそれぞれの成分でかけて足していきますから、このようになりますね。ここでスモール L2 と書いていますが、ノルムを定義しておきまし
ましょう。ここで B というもののスモール L2 ノルムというのはこのようにして定義します。2乗和を取って2分の1乗します。さて、それで、これが今選んでいる B と C の内積です。ここで、B のスモール L2 ノルム、 C のスモール L2 ノルムを計算します。B とスモール L2 ノルムはそれぞれの成分を2乗して2分の1乗する。それから C の方は1という成分を2乗して2分の1乗します。無限和でありますが、N たす1以降は成分0としていますのでN で打ち切ることができます。これでもうほとんど証明が完成しています。ここ見ていただきますと N の2分の1乗です。このように評価をしますと、上から評価がされているの で両辺2乗をしますとここから得られますことは目標であったこの、丸1としましょう。丸1を証明することができました。これが先週からの課題で証明をしようとしていたところです。もちろんこれで N 分の1で両辺を割るということですね。はい、ではこのようにして準備しておいた AIJ という成分の2乗和については下からAII と揃った成分の1乗の外からの2乗の和でバウンドできる、しかも係数に N 分の1がかかっているというところに注意しておきましょう。これをうまく使うことによってアロンソンベニラの評価式がよりシャープになります。授業の目標は先週からの引き続きでアロンソンベディナンの不等式を証明するというところです。先週どこまで進んでいたかというと、先週の復習はとしては、
まずアロンソン・ベニランの不等式を得るために VT の、方程式を証明しました、V というのは何かと言いますとプレッシャーと呼ばれるものでした。プレッシャーというのは、V イコール M 引く1分の M の U の M 引く1が1は方程式と呼ばれるものを紹介しました。方程式としては、VT、M-1 倍の V、ラグラシアン V、プラスグラディエント V の2乗。この V が以下の方程式を方程式の解とする。で、この時これをプレッシャー、マシマティシャンズプレッシャーと呼ばれているものが。呼ばれます。V 自身は何だったかというと、マシマティシャンズプレッシャーと呼ばれるということを説明しています。で、この方程式がアロンソン・ベニランの評価式を有すること。証明しようとしています。ここで K としては M-1 N
どのような操作をしたかと言いますと、シャープの両辺にラプラシアンを施します。このような操作をすることによって方程式が得られます。得られる方程式は D イコールラプラシアン V と置くと、PT イコール M-1V ラプラシアン P プラス 2M グラディエント V グラディエント P プラス M-1Pの2乗をで、プラス2倍の評価が、等式を変形することができます。ここで、先ほどの準備しています不等式を使います。これに式を使うと n 分の2の i が1から n のラウンド xixiv の外から2乗となります。ということは n 分の2のラプラシアン v に他なりません。ということはn 分の2の何かというと p の2乗ということで変形されます。ここで大事なことは p を含んでいる項しか現れないということです。で、ここが p を含んでいないわけですが p の項を P の項と分けてくれたということです。ただしここで不等式となります。ここで帰結されることがもう一度書きますと PD が下から評価されることの V ラプラシアン P プラス 2M グラディエント V グラディエント P プラス M-1 で P の2乗がここにもありますから N 分の 2P の2乗とこのように変形されたということです。これで準備が終わりです。これをダブルシャープと名前をつけておきましょう。次のような解を考えます。 U として解としてマイナス L 分の V としてですね、P としてマイナス L 分の K、マイナス T 分の K と
エナです。これに注目しておいてください。また、L 作用素を LP を次のように定義します。符号について実は2つ流派があって、ただ混乱ができるだけ減るようにということで、少し本当は楕円型が主にある場合に備えて、ここをプラスにしてマイナスにするという流儀もありますが、ちょっとここでは放物型しか扱いませんので、LP として次のように PT から P の時間微分の項から引くということを形で作用素定義します。そうしますとマイナスの 2m グラディエント P。グラジェント V グラジェント P マイナスで、これ N 分の M 引く 1N 足す2と変えておきましょう。で P の2乗、このようにオペレーター作用素として定義させておいてください。でこの定義は分の1です。さてこの L にここで導入しました P を代入すると、これどうなるでしょう。よくここ注目してほしいのですが、これに微分をしますね。T での微分という意味です。で、ここは書くだけ、代入するだけ代入しますと、マイナス T 分の K のマイナス 2M グラディエント V でグラジエントのマイナス t 分の k、 それからマイナス n の nm-1 足す2でマイナス t 分の k の2乗となりますね。で、ここで気をつけたいのが時間関数なので0ですね。ここも時間関数を空間微分しますから0です。こうしますと、代入をしたいので P の項を含む形で記載したかったわけです。そうするとこれイコール N-T 分の K、 これがイコールマイナス T を微分しますからこのようになって、でここが0です。それからここも0ですね。ここが K 分の1かける T 2乗分の K 2乗です。結果として T 2乗分の K 引く T 2乗分の K でうまく0に、なることが証明できます。ここが重要です。
こで有名な比較定理と呼ばれるものをご紹介します、少しラフな定理のステートメントと厳密なステートメントと、あるのですが、で証明で使うので少しラフな比較定理の、ステートメントで本筋が見えるようにしたいと思います。英語ではコンパリソン、プリンシプル、このように訳すので、ここ定理より少し格上にして原理と呼んでおきましょう。原理は要するに定理なわけですが、定理よりも重要性が高いときに原理と呼ばれることがあります。比較原理、どのような原理かと言いますと、その比較原理が成り立つための条件というのは細かく、研究が進んでいて、より一般の方程式を含むような形の理論がありますが、今の場合次のように、理解しておいてください。LP と LQ に代償関係がある考えている領域の記号がこれパラボリックバウンダリーと呼ばれます。ちょっと同じ P に見えるので記号として P がたくさん出ているように見えるかもしれませんが、バウンダリーの記号で、境界全部ではなくて、後ほど説明します。ある境界上の部分、一部分を取り除いて、この代償関係が成り立っているのであれば、 P と Q にも代償関係が成り立ちます。で、ここでもう一つ条件を加えておきます。ここと P と Q の間に、この残りのパラボリックバウンダリー上では代償関係がついていますよという場合に、で成り立つかと言いますと、これを比較原理と呼んでいます。L が今天下り的に我々が扱うようなもので、定義します。より一般の方程式に対して同等の、定理が成り立つことが知られています。どれぐらい一般化できるかというところは今回は踏み込まないことにしますが、考えている LP については成り立つことは容易に確かめられる、そのような拡張になっています。時間があればまたの機会に、非常に重要な原理ですので、どこまで一般化されているか、鉱物型であってダイバージェンスフォームと呼ばれる形式の方程式は大丈夫です。より一般のものにも比較原理が成り立つことは知られていますが、今はアロンソメリアの評価式の証明をご紹介したいので、
SP には比較原理が成り立つというふうに捉えておいてください。で、比較原理で重要なところは、この P オメガ、このパラボリックバウンダリーというのが何者かということです。条件の中に2箇所出てきています。パラボリックバウンダリーと呼ばれるところを除いて2つの関数が実はもう適当に滑らかであると、微分が施せるという意味で、そのような P と Q に仮数正則性の仮定もありますが、もうそこも少し省いてシンプルに書いています。パラボリックバウンダリーについては説明をします、この2箇所に現れるパラボリックバウンダリーですね。ここを除いたところで方程式が成り立つ、等式は成り立ち、かつまさに境界上では P と Q そのものに代償関係が成り立つということが比較原理のための仮定です。これ X でこれが T 軸というふうに取ることが多い。このように見たときにパラボリックバウンダリー、これまあ高次元なら RD で1次元なら R ですが、このように見たときに、パラボリックバウンダリーというのはここのオメガという領域があって、空間が多次元であれば領域を持っているわけですが、シリンダーを考えます。このシリンダーで少し一般的な例にしましょうか。オメガの方は、円である必要はないので、このようなオメガを考えるとこちらもこのようになりますが、でここが大文字の T とします。パラボリックバウンダリーは蓋なしです。どこを言うかというと、初期時刻でのオメガと初期時刻、それからこの表面、ちょっと書きにくいですが裏側表面、この赤い部分はいわゆるオメガの境界、通常の意味の境界に、0t を加えています。それでパラボリックバウンダリーはここを入れましょう、はい、こうすると0がないので、蓋なし、蓋なしと呼んでいて、でそこはあります、境界もくるっとあります。上を含まないのがパラボリックバウンダリーです。このパラボリックバウンダリー上で、P と Q に代償をつけるということになりますと、ここは何かというといわゆる初期条件です。条件を与える領域、与える領域です。
空間内の領域で、それからこちらはいわゆる境界条件を与えるリム方程式で2種類条件がありますね。境界条件と初期条件。境界条件を与える時空間内の領域。これを合わせてパラボリックバウンダリーと呼んでいます。で、Cオメガというのが提示されることの、こういう領域ユニオンラウンドオメガゼロ系で、これはしばしば下のところをオメガゼロと呼んで、することがあります。ここをガンマとして、こちらをオメガゼロと呼ぶことがあります。さて、ここまで準備しておいて比較原理を用いましょう。まず方程式として、どのように定義されていたか、ちょっとここも計算ないといけないですね。注意したいのはこの量がイコール0だということですね。で、大小を考えたいわけです。 L の定義で大小が解 PQ に継承されるというものです。LP というのは P の時間微分、マイナス M-1 V のラプラシアン P たす 2M グラジエント P、グラジエント V 内積を取ることのグラディエント P マイナス K 分の P の2乗、これが0以上です。0以上で、ということは L のマイナス T 分の K と大小がついていることになります。なぜなら今紫で書いたところですね。ここはマイナス t 分の k を代入すると0であるということが分かっています。これでマイナス t 分の k と p の間に境界条件さえつけておけば、境界上で大小さえついていれば、その領域内で解がその大小関係を維持されるということになります。そうしますと、定理の中で逆転していましたが、こことマイナス t 分の k、 これが、
のような条件が成り立つとします。ですので、それを満たすように与えるということですが、少し初期条件のところ、オメガゼロ上のところは調整が必要です。境界条件はそのように、与えるということが、境界上の P に対して与えるということが可能です。実は超過数の意味での、初期値問題なので、初期値でゼロで発散するというところは、ここでは気にしないことにしましょう。本当は正当化するために弱形式で考えるということが必要で、ラプラシアン V というものがそもそも実は定義されていないので、かけて積分をして弱形式で議論しています。こういうステップを今省いて形式計算を行っていますので、それで少し確定で不正誤がありますが、気にしないでいただいて、そうするとこのような仮定を、置いておけばということは少し念頭に置いてもらって、そうすると、比較原理より領域で、T は入れても入れなくてもいいです。このように変えておく、これ Q にしておきましょうかね。パラボリックバウンド、ここのところオメガにしたので、Q にでもしておきましょうか。この方が困難がないかもしれません。オメガ同士に、意味はないですね。このようにしておきましょうか。いずれにしてもオメガ、空間領域のオメガのクロージャーと、初期時刻ではすでに、ここは仮定をしておくと、無時刻まで成り立つ。でここから P がラプラシアン V でしたから、 V が VXT がマイナス T 分の K、アロンソン・ベニランの評価式が証明されます。アロンソン・ベニランの評価式は、これは2回微分ですから、突性を考慮する情報で、上に突な度合いというのは極端にはならず、時間とともにその突性は減衰するということを示唆する定理です。では前半ここまでで一旦終わりにします。